はい、こんにちは。赤レオパードの上着着てるやつ、大体足臭い。俺やねんかい。今日なんか、俺もう動画撮るつもりじゃなくて、はい、普通にメイクとかしてないし、はい、なんなら朝11時にタスキ君とラジオ撮って、そのまま3時間くらい、はい、疲れてる、はい、疲れてる、疲れてる。急になんか動画撮りたいって言い出して、俺とカイトで、まあ、動画撮ってるわけだ。疲れてるんだ。正直言っちゃうと、はい、あのストックがないのよ。動画のストックみんながね、スケジュールが合わないから、はいはいはい、ね、雑になってきてるんだよ。雑になってきちゃってるけど、ちょっと今日はしっかりと僕でやっていこうってことなんだけど、はいはい、まあ、なんか懐かしい感じもする。ちょっと懐かしいよね。で、まあ、今回の企画、はい、題して、はい、有名有名人の名言当てクイズ。違う。いいですね。旬ですからね。旬じゃねえのか。ちゃんと本当にある、ね、本当にある名言で空欄の部分を当ててもらおう。あ、なるほどね。そうオッケーオッケー。で、まあ一応5問ありますんで、はいはい、で今回2人なんで別に平和に行こうと。ああ。はい。間違っても正解してもいい。何やねんそれ。ゆるーく行きましょう。ゆるすぎるやん。まあいいでしょう。です。もうこれはモザイクだ。これモザイクで行くからな。ずっと映ってっけど。はい、ということで早速いってみましょう。はい、お願いします。せーの、 BT ノーラ・エフロンさん。誰？おい、失礼だろ。もっとさ、いたよ、スティーブ・ジョブズとかさ。一番目に持ってくるの何？ノーラ・エフロンさんはですね、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身の脚本家、映画監督。あ、なんかこれ知ってかないとまずかったかな。で、ロマンティックコメディの名手として知られてる。ロマンティックコメディ、だからこう恋愛もの、ね、映画。例えばどういう代表作？代表作はちょっとあの調べてみます。怖いの名言。いや、もう全然ない。じゃあ早速いきましょう。被害者ではなく人生のほにゃららでありなさい。あ、これね、これローライフロンさんらしいです。らしいなと知らないでしょ。マジですか？俺も言っていいですか？はい、被害者ではなく人生の加害者で、あれブーでございます。ブーブーです。そこまで簡単じゃないでしょ。これね、ノーライフのさんのロマンティックコメディの名手と言われてますけども、こちらだからロマンチストなわけですよ。ついな。これね、まあ難しいです。1問目からちょっと難しいな。はいはい、わかった。じゃあこれラスト回答で、はい、被害者ではなく人生のヒロインである。正解。マジで？すごい。マジで？すごい。え、これマジで？すごい。被害者ではなく人生のヒロインでありなさい。ガチです。すごいね。1問目からこれ当たんないと思ってた。だと思ってた。そのために持ってきてる1問目。メリル・ストリープ。何やねん。どっから引っ張ってった？メリル・ストリープさんはですね、はい、アメリカ合衆国の女優。女優さんね。はい、で、更新不可能と言われたキャサリン・ヘプバーンの持つアカデミー賞ノミネート記録を23年ぶりに塗り替えた。すごい。今のところ全員知らない。まあ、ちょっと名言の方参りましょうか。人間が授かった大いなる才能、それはほにゃららする力です。おー、なるほど。はい、いろんな才能ありますよね、人間には。いいっすか。お、パッといきますか。人間が授かった大いなる才能、それは思いやる力。ブーです。なんだろう。いや、普通に答えに行ったけど。まあでも思いやる力だったら俺らの賭けそうだね。あ、まあ、確かに。言葉としては俺らも使ったりするかな。使う。そんなむずい言葉ではないから。あ、そう。ヒロインのがむずいもん、さっきの。あ、ほんと？漢字にもです。漢字にもです。はい。あ、ほんとに。はい、人間が授かった大いなる才能、それは努力する力です。お前塾の先生。違いますね。違うか。そんな塾っぽくないんです。塾っぽくない。メリル・ストリップさん、人間が授かった大いなる才能、それは共感する力です。ああ、なるほど。これね、奥が深いんですよ。最初僕これ見た時ね。テキストっぽくないの。いやね、ふざけんなよ。大丈夫だよ。いやね、一個も知らないくせに。僕が深いやね。これね、パッと見た時に、はい、どういうことか分かってねえよ。最初はね。最初でも共感する。まあ、ね、簡単だけども難しい。まあ確かに分かってもらうのって意外に難しい。そう、でも人間が授かったんですよ、その感情。共感するっていう、確かに大事なことですよ。努力なんてね、多分普通の動物でもやってますよ。共感し合うって多分人間だからこそ。あ、なるほど。ここは僕は奥深いなぁと思いますよ。エミリー・ディキンソン。
もうこのくだりいいのよ。知ってる人とは。すいません、俺ね、今日5問用意したんですけど、一番好きかもしれない。あ、本当に一番好き。おお。アメリカの詩人です。詩人だから多分いい名言ね。あー、なるほどね。でね、生前はね、無名だったんですよ。あ、無名なの。生きてる時は無名だったんですが、昔いるよね、よく死んでから。そうそうそう、絵とかも多いよね。亡くなってからその絵が売れる。で、1700編以上残した作品は世界中で高い評価を受けました。1700。はい、ということでこちら名言、はい、愛する人が死ぬことはありえない、だって愛はほにゃららだから。これ見た時ね、感動しちゃった。なるほどね。これね、すごいわ。思いつかん。思いつかない。いいわ。じゃあいいっすか。いきますか。いいっすか。じゃあ、はい、なるほど。愛する人が死ぬことはありえないの、だって愛は記憶の中で生き続けるから。ブーこれやっぱ1回答目はブーなんです。一番でもね、まあ近いです。お、近い。あ、オッケー、来た、来ました、はい、愛する人が死ぬことはありえないの、はい、だって愛は熱々の缶コーヒーだと思う。ブーです。ふざけ始めたから。おい、ボス。何をやってんのか。やりそうだ。これデキンソンに失礼だ。もう答えじゃ行っちゃいます。行っちゃう。もう1回と行く。ふざけちゃったからね。いや、そうだね。そこかな。深そうだもん。愛する人が死ぬことはありえないの、だって愛は心臓だから。ブーですね。心臓だから。これまた離れましたね。離れたんだ。じゃあ正解いきますよ。お願いします。愛する人が死ぬことはありえないの、はい、だって愛は不滅だから。意外に普通だな。やめとけよ。やめとけよ。ごめんなさい。この2文字って意外に出ないです。ああ、これで。いや、これよかった。これでさってきたの。来る。いや、これだから、その愛する人が死んじゃったのってさ、泣いちゃうシチュエーションや、普通だったら、はい、でもさ、不滅やん。次の問題いきましょう。いいですよ。いいですよじゃない。ドリー・パートン。誰？フォーマスに出てきそうや。ドリーパート。パーシーとドリーパート。6話目とかだね。6話目ぐらいは出てくる。ドリー・レベッカ・パートンって言うんですね、本名。まずね、アメリカ合衆国のシンガーソングライター、そして女優、そして作家。めっちゃすごい人や。で、カントリーミュージックの第一人者と知られてる。カントリーミュージックが。カントリーってだから、あれじゃない？もうそんな激しくない音だよね。あ、表現キモ。虹を見たかったらホニャララも我慢しなくちゃね。答えていいですか。はい、虹を見たかったら雨も我慢しなくちゃね。正解。はい、来ましたね。いや、これはなんかいけそうだよね。はい、なんでこれなんだ。俺も頑張れば書けるやろ。でも書けるやろって思うことを多分ドリーパートさんが書くと重みが多分ある。重みがある。カントリーミュージックの第一人者だから重みがある。俺らが虹を見たかったら雨も我慢しなくちゃねって言ったら、それは名言じゃなくて普通の会話。会話にしかない。確かに会話だもんな、これな。ラストの問題、はい、ネルソン・マンデラ。おお、知ってるよ。来ました。こちらネルソン・マンデラ、はい、ネルソン・ホリシャシャ・マンデラ。ホリシャシャ、ホリシャシャ。俺ここは知らなかった。ホリシャシャ・マンデラ。教科書に書いてない。ホリシャシャ、ホリシャシャ・マンデラ。まあ、覚えづらいから。南アフリカ共和国の政治家、弁護士、大統領でもありましたね、はい、で、人種差別撤廃を訴えた。あ、そうなの。もうこれ教科書でね。そう、めちゃくちゃやったもん。やりましたね、名言。はい、お願いします。何事も成し遂げるまではいつもホニャララに見える。むずい、一番むずい。これね、これね、誰か壁にぶち当たった時とかね、俺なんてダメだと思った時にこれを見てほしい。勇気づけられる。いや、これは間違いない。何事も成し遂げるまではこういう風に見えるもんだぞ。奴隷に見える。やめとけよ、お前。奴隷撤廃って言ってんだろ。人種差別とかそういう奴隷制度を撤廃なんだろ。あ、撤廃する。やっぱなんか取り憑かれるんだろ。やっぱみんな何かに頑張ろうと必死になんかね、うん、何かに取り憑かれて結局その奴隷になってるみたいな。あ、そういうこと。うまい具合に。そう、何事も成し遂げるまではいつも奴隷に見える。なんかで、なんか名言っぽい。名言っぽい。本当に俺が書き換えるんだから。正解にしようか。正解にしよう。わかった、わかった。ちょっと頼むわ。はい、何事も成し遂げるまではいつも赤ちゃんに見える。はい、ブーですね。
や、なんか可愛いの好きなの。だいぶポップだね。で、そう、ポップだよ。原宿育ち。なんか可愛い。可愛い系が好きなの。原宿育ちのネルソンマンダラ。最後は自分で特にスッキリした方がいいんじゃないですか。そうです。はい、正解。何事も成し遂げるまではいつも不可能に見える。おー、成し遂げるまでは全部不可能に見えるんだよ。言っちゃえばさ、もうその人にさ励ましてないよ。もう不可能に見えるもんだよみたいな。けどだから逆にそれで元気づけられる。確かに。あ、そうなんだみたいな。なんかマンデラさんのそのあれもあるよね、多分大統領になるまでの経緯とかも。あ、確かに。あってその名言。私はね、ここまで来るのに全部不可能に見えた。そうそうそう、大統領になるの厳しいみたいな感じで言われてたもん、当時の。はい、ということで5問。いやー、よかったです。これいいでしょ。いや、いい。これなんか楽しいし、はい、ちゃんと学べる。こういう歴史に触れるみたいな。あー、歴史好きだもんね。歴史大好き。戦国とね、明治維新大好き。全然関係ない。じゃあ最後、私から名言の一つ。はい。寝る子も寝ればよく育つ。ブーですね。